ことが戦のコツよ。敵拠点を攻め我らのものとするぞ。参ったぜ、もう抗わねえ。あとは煮るなり焼くなり好きにしてくれ。素晴らしいご活躍ですね、曹操殿。私にも戦果を分けていただきたいものです。皆入場せよ。水に飲まれぬよう注意して進むのだ。我が道を行く、誰にも邪魔はさせん。見事だな、王徳。さすがは歯を行く者よ。何、なぜ門が開く。曹操軍が攻めてきただと。よし、直ちに守備配置につけ、来る戦闘に備えるのだ。狙いは水攻めか。このような策は看過できぬ。策を阻もうとは困ったものだ。先へ進まねばならぬ。各課殿、こちらの水門破壊完了しました。素晴らしいね。これで私の役目は果たせた。隙を突かれたか、早く手を打たねば。見事なお手並みならば、この私も全力でお相手いたす。守りは性に合わねえんだな。やるからには絶対に抜かせねえ。私にも戦果を分けていただきたいものです。さて、こちらはうまくいった。曹操殿と合流するとしよう。我が道を行く、誰にも邪魔はさせん。さすがです。秦広大のお相手をしていただけますかね。水門を壊し火器を水に沈める気か。少量がこっち証拠、貴様らの隙にはさせん。余剰を確実に仕留めるための一歩、こちらは何者であれ邪魔はさせません。ジュンユ様、こちらの水門破壊完了です。わかりました。以上でこちらの任務は完了です。我が波動の前にこれでは少量のことして発生がないわ。川だ、止水の水がこっちに押し寄せてる。止水もだ、奴ら水門を壊しやがったのか。水目だ。どうする、外に出るか。バカ、外に出るか。敵の位置が高いところへ。ダメだ、僕が持たねえ。急げ。会場への移動を開始。前線の味方と合流し呂布を撃ちます。水だ、水が町内に。水攻めとはつまらん真似を。城壁から外の敵をいたおせ。ああ、水とは考えが及ばなんだ。急ぎ各部隊を再建せねばなりますまい。我が道を行く、誰にも邪魔はさせん。分けていただきたい。直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。ていただきたいもの。さすがです。火が我が盾か。王位のもとに志を散らすと、無念。我が波動の前に滅びよう。それがお主の敗因だ。俺より弱い男に負けるとはな。それが軍略というものだ、ルフィ。武に任せ暴れるだけのお前ではわしには勝てぬ。ならばお前が言うその軍略と俺の武が合わさればどうだ。我が軍門に下る気があるか。そうそう、呂布の本性は獣。その分惜しみ惑われませんよ。おのれ劉備。さらばだ劉備、最強の武を誇りながらこの可否に果てるがいい。曹操殿、こたびの救援感謝いたします。わしにとって呂布を討つ好機だったまで、お主に礼を言われることではない。そうであったとしても恩は恩です。誠にありがとうございました。関羽、話がある。わしはお主を我が将として迎えたい。寄進呂布になる。過分なお言葉痛み入り。されど拙者の武は劉備ではお主の大器を。御仁にどう思われよう。接し、猛徳、関羽に執着するな。いや、そう切って捨てることもないかな。一時、そうそうだ。袁紹は間もなく公孫山を滅ぼす劉備の、実質的には関羽と張飛ですか。うん、各家の言う通り、家北の決着が近い今、演術が動いたか。相手をすれば、曹操殿、ならばここは私たちも出陣しましょう。それは魅力的な提案だね。噂では部門で名高い孫家の当主孫作も演術の参加。よし、司祭は各家と順位く帝を戦勝する演術を討つ。全軍進め。殿に会い和解を取り付けねば。陽子、鬱陶しい劉備軍は任せたぞ。劉備軍など増票の集まりよ。この陽子の相手になる者などおるまい。やがってしまった。調子に乗りすぎたか。よし、直ちに守備配置につけ、来る戦闘に備えるのだ。地を制することが戦のコツよ。敵拠点を攻め、我らのものとするぞ。軍の屈強さ思い知らせてやれ。我が波動の前に滅びよう。真の三国武将だ、やるじゃねえか。いや、これまでか。仕留めを果たすことができぬとは。我が道を行く。誰にも邪魔はさせん。伝令、比例様が敗走しました。袁紹軍との同盟は失敗です。もうどこからも助けは来ないってことか。それじゃ勝ち…劉備軍か。煩わしい連中だ。とっとと追い払ってしまえ。に進軍する。逆界よ、我が轍をたどれ。攻略目標は決まった。進め。この地は我らのもの、断じて渡さぬ。敵の勢い、もはや止められぬ。私は逃げるぞ。敵前逃亡とは将の風上にも置けず、すり腐った少年叩き直してやる。剣業が落ちるとは、なぜこのような目に遭わねばならぬ。お見事な戦ぶりです。我が道を行く、誰にも邪魔はさせん。将来を嘱望される逸材よ。無力よの。よし、直ちに守備配置につけ、来る戦闘に備えるのだ。エイン様が敗走しました。権領は捜索軍の手に落ちた模様です。敵はますます調子に乗ろう。進行に備え急ぎ守りを固めよう。味方である陳を前にして無礼な奴らめ。誰かあやつらを打ち払え。敵を押し込むぞ。続け。素晴らしいお働き、お見事です。バカだ、ありえぬ。このような手様を陳が晒すなど。陳の味方を称しながら哀れな姿よな。その程度の器では乱世など収められぬ。素晴らしき技のさえでござるな。伝令。わしが中間を制し、袁紹は家北を手中に収めた。いよいよついに。兵の鷹で見れば袁紹は巨匠に戻るぞ。決戦に向け。演術は打った。いよいよ次。おや、怖い顔。かくか純育殿、あなたの短い時間だからこそ最後までやるべきことをありがとう。では手はず通り酒に毒を。まずはそれ。仕損じた時は今こそ帝の意を借る。当証明。何やらさ。父よ、父の暗殺を企む者がいる。何だと。そうそうよ、陛下の臣でありながらお主帝にでもなったつもりか。あ、わしは帝になるつもりなどない。帝の威徳は失ゆえにわしは世に断りを敷くのだ。お主に説いたとてわかるまい。父よ、東照のはですが劉備はすでに巨匠を脱し己の本拠勝敗すらも。猛徳よ、やはり奴らは恩をあだで返したぞ。放っておけばいい。いえ、放っておいて問題ないかと。今劉備が逃げ込むとすれば袁紹との戦いの中で撃てればそれもよし、生き延びたとして。うん、書こうと劉備を追うか袁紹に備えるか。袁紹は数に任せて進軍を続けています。これでさらに高騰を制した孫策が袁紹の動きに乗じ各地から一時。いえ、孫策は彼は驚くべき速さで高騰を制しました。その中で淳雄殿はどう思う。防戦一方では活路を開けません。白馬遠心の首相は顔料文種どちらも袁紹軍き牧羊は放棄し、本陣は最低限の兵で防衛。その上で分かった、部隊を再編せよ。関東の周囲の戦線を制圧し、その先の袁紹を撃つ。戦力差は知略と武勇とで覆すのだ。今こそ敵の要所を叩く。知略だけでは挽回できるか。これでようやく補給部隊の任に戻れます。部隊の強化に着手せねば。我が道を行く、誰にも邪魔はさせん。それでこそ我が父、目の覚めるような活躍よ。敵の狙いはこの地と見た。者ども、守備を固めよう。我が波動の前に滅びよう。敵の痛いところをついておくか。行くぞ。構造軍の着卒。何するものぞ。天正軍に顔料ありと新端に刻むがいい。今より七に身を置く。行きたくば鉄壁の守りを敷くのだ。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。今こそ敵の要所を叩くのに。さあ参ろうぞ。一人で現れる私が相手になってやる。バカな。総軍が我らを圧倒するとは悔しいが、悪魔を放棄する。我が道を行く。誰にも邪魔はさせん。見事だな猛徳。さすがは歯を行く者よ。ねばならないぞ。急ぎ加勢するぞ。せいねいレイハーレイホッレイホッ Take your move. Yeah. Hitaka, Shogunの将兵ども、この変身を貴様らの墓所としてくれる。兵器を持ち出してきよったが、これ以上は進ませんぞ。 弓兵構え、何としても奴らを止めるのだ。ねえねえ、白馬が曹操軍により落とされたとのこと。なんだと、顔料敵に遅れを取ったか。ならばこの遠心、なおのこと死守せねば。 捨てねばならんか。我が無力が嘆かわしいわ。きれいほっちっほっよきれいはっほっきれいほっ我が道を行く。それにも邪魔はさせん。 見事だな、猛徳。さすが、歯をゆく者よ。報告。天正ばっかの巨勇に投降の意あり。武装の地理で使者を待つとのこと。戦局を変えるやもしれません。急いで右曹に向かわれるのがよろしいかと。敵の狙いはこの地と見た。者ども、守備を固めよ。何？ 曹操軍が攻めてきただと。なぜこの兵糧庫の存在を。曹操軍を兵糧庫に近づけてはなりません。弓兵部隊、停車してください。 さすがです。我が道を行く。誰にも邪魔はさせん。なんとそれな戦ぶり。 Hey! の足場を崩し、戦意を損。今こそ曹操との雌雄を決する時を。目指すは敵本陣の関東城。全軍進め。これより関東城の攻略を開始する。工場兵器部隊を、その異様を示すのだ。あの兵器に取りつかれては厳しい。城壁にかする前に壊した方がいい。大軍を相手にしのぐのは兵団こそが要。補給物資を手配せよ。補給部隊到着しました。関東城へ向かっております。平坦を厚くして持久戦を企む。ああ、させぬ。敵の補給部隊を叩け。なかなかあがくではない。動員を要請せよ。奴らを圧倒するのだ。中継拠点からの援軍が到着しました。これで我が陣容は一層盤石よ。永続の将士よ、今こそ敵を倒するのだ。伝令、武装の兵糧庫が炎上している模様。このままでは兵糧が大幅に不足します。なぜ武装を？あの地の兵糧庫の存在を漏らしたか。兵糧が尽きたらこんな大軍持たないよな。俺たち一気に危なくなってないか。よし、関東への道中、敵の襲撃に警戒せよ。お礼を怠るなよ。我が波動の前に滅びよう。これで下準備は整ったか。さあ、そろそろ攻勢に転じようか。先が知れていますわ。曹操殿の元の方が私にふさわしいですわ。貨幣の曹操が我が大軍に打ち勝つだと。認めん。断じて認めんぞ。この勝利で殿の河北での覇権はなった。みんな勝ち時だ。勝ち時をあげよう。これで曹操殿の道は開けた。先を認められた。曹操様、万歳！この勝利で乱世が終わるわけではない。良い雨季、今の天下で最大の敵であった。はっ、うん。袁紹を倒した今、これよりは天下の平定に向けた戦いを始める。それはだが、今はそれも忘れよう。今日だけは皆で勝利を祝う。袁紹よ、わしは必ずやこの手で乱世を終え、純優殿、関東での働きは素晴らしかったね。あの戦、あなたが袁紹の急所をついたようなものだ。いえ、俺の働きなど各家殿たちに比べれば微々たるものでしかありません。関東の件はたまたま敵が話を漏らした相手が俺だったというだけで、俺はただ得た情報に対して最善と思える対処を殿に申し上げたまでです。随分謙遜するんだね。純優殿らしいといえばらしいけれど、俺はどうも将軍というのでしょうか、人の先に立って戦を描くというのが増えてです。黙って何かをするのは苦ではないのですが、あなたや文尺殿、角殿のようにはなかなか。おや、俺の名前を出すおしゃべりがいると思ったら純優殿か。酒が入ると口がよく回るようだ。角殿、邪魔して悪かった。俺はよそでちびちびやらせてもらうよ。些細ないたずらであれ体型であれ、彼の人を驚かす際は見事なものだ。はあ、角殿にはかないません。そう言われると困ってしまうな。あなたにも私の後を任せたいと思っているのに。角家殿？いや、何でもない。純優殿には純優殿の良さがある。特に私の先にどこまでも付き合ってくれるところがいいね。あなた以上の友はいないよ。はい、どこまでも付き合いますよ。よし、戦線を押し上げてみよう。みんな私についてきてくれ。友軍に加勢するぞ。戦力を集中するのだ。狙いは定まった。敵の足場を崩し戦意を損。狙いは定まった。敵の足場を崩し戦意を損。よし、直ちに守備配置につけ、来る戦闘に備えるのだ。狙いは定まった。敵の足場を崩し戦意を損。目障りなとこは潰しちまうか。お前らついてこい。目標を彼地に定めよ。一気に落として敵の戦意をくじくのだ。